はい、皆さんこんにちは。2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルです。今回は第39回目の動画です。タイトルは自称スニーカーヘッズ視聴元気芸人2010年前後の B ボーイが履いていたキックス総まとめという動画で行ってみたいと思います。はい、まず動画の説明に入っていく前に、いつもチャンネル登録して動画見ていただいている皆さん本当にありがとうございます。いろんな動画作ってますんで、これからもよろしくお願いしますということです。で、今回の動画は基本的にもう B-Boy 向けの動画になってます。で、2010年前後って本当に B-Boy がおしゃれな B-Boy 多かったんですけれども、まあその人たちが履いてたリアルなスニーカーっていうのを今回は総まとめという形で説明していきたいと思います。はい、では行ってみましょう。で、まず2010年前後の時代背景なんですけれども、音楽的に見ていくと US のヒップホップでいうとリップセットだったり、まあサンタナ、キャムロン、ジム・ジョーンズっていうのが前メインメンバーでそんなに人気だったということと、ファーボラス、あとはフレンチ・モンタナが所属したコークボーイズとかも人気だったのかなと思います。あとは日本のヒップホップでいうと若干冬の時代だったのではないかという印象で、すごいかっこいいアーティストはたくさん出てきてはいたんですけど、日本のヒップホップってあまりまだ盛り上がってはいなかったという感じですかね。すごい内容の濃い時代なんですけれども、なかなかメディアに出てこないし、当時この時クラブもガサ入れとかがなんか多くて、いろいろ問題が多かったので、ヒップホップっていうのがまだ社会的に、認知されていなかったような気がしますね。ざっくりですいません、こんな感じかなと思います。で、対してファッションで見てみると、結構先ほど説明した US のアーティストとかの影響で、それこそチャンピオンとかミッチェル&ネス、ペレペレ、あとはスローバックス TV の影響でスローバックスの T シャツとか人気だったかなと思います。あとはもうこの時代で言うとポロとラグビー、もうラルフ系の服はもうめちゃくちゃムーブメントだったんで、もうほぼみんなラルフ着てたかなと思います。ラルフ着てない B ボーイいなかったと思います。この時、この時代は。で、デニムで言うと、わかる人いますかね ?PRPS ですね。人気だったのが、紫製品。あと、トゥルーレリジョン。バッファロー、デイビッドボタン。ロビンスジーンズ。リトルブルックリン。WRL、エイジジーンズ。カルト・オブ・インディビュアリティとか、もうこういうハーコーなブランドのデニム履いてる人多かったような気がします。とにかく B ボーイがすごい、クールでサイジングもちゃんと決めて色合わせも決めて全て成立してないといけてるって見なされてね、厳しい時代、もうそういう緊張感のある時代でした、この時代は。ただその代わりこの時代の B-Boy は本当におしゃれですね。今でもこの時代で活躍っていうかイケてた人たちっていうのはやっぱ今どんな格好してもイケてますね。本当にだから僕はこの時代好きです。はい、で、まあ、ここら辺のお話わかんない人もいらっしゃると思うので、詳しくは僕が他に作ってる動画があるんですけれども、まあ、2010年から15年の人気ブランド総まとめ、インポートブランドを中心にまとめた動画を作ってます。あとは、ストリートで本当に行けてるショップ、インポート B-Boy 編という動画も作ってるので、チャンネル登録してない方は忘れずにチャンネル登録をしていただいて、他の動画もチェックしていただければと思います。では、早速、B-Boy が履いていたキックス銃という形で一つ行きます。まずはゴアドームです。ゴアドームは、はい、もう履いてない人はいなかったでしょうというぐらい B-Boy のマストキックスでございます。この真っ黒履いてる人が一番多かったかなと思いますね。あとはこういったブルーのカラーも人気だったですね。他にもいろんなカラーがゴアドームから出てましたね。ゴアドーム意外とあんまり重くなくて、重いんですけどなんか割と歩きやすかったイメージがありますね。エアマックスっていう風にエア入ってますし、全然普通に歩くのも苦じゃないっていう。で、めちゃくちゃごついので、足元のボリュームも出せるんで、そういう意味ではサイジング出しやすかったのは、すごい B-Boy には助かりますね。もう、ゴアドームにトゥルー履いたりとか、もう鉄板スタイルですからね。で、上はチャンピオンスーパーフーディーっていう。もちろん、ニューエラはツバウラフで、もうブートストリートスタイルでって感じですね。で、海外のアーティストの影響もあって、ジムジョンとかが2006、7年ぐらいからもう、ゴアドームめっちゃ入ってるイメージがありましたね。はい。この分かりづらいですけど、ゴアドーム入ってます。あと、ゴアドームの人気にちなんで、後々紹介していきます。フォームポジットとミックスしたフォームドームっていうキックスだったりとか、
ありましたね。はい。あとはゴアドームではないですけど、トータルフォームポジットマックスっていう、後ほどまた何度も言うんですけど、フォームポジットってスニーカー出てくるんですけど、まあそれとミックスしたスニーカーとかも入ってる人多かったイメージです。あとはエアマックスポジットベイキン、これも履いてる人多かったかなっていう感じですね。はい。ということで、じゃあなんかさっきからフォームポジットって言ってるんですけれども、フォームポジットって何ぞやっていうところで、フォームポジット1っていうスニーカーがあったわけですね。もうこれは完全にこのスニーカーのおかげで B ボーイ界は社会現象が起きたっていうことで、みんなポジット履いてましたね。もうポジット持ってない B ボーイはマジでいなかったんじゃないかっていう、みんな一足はポジット持ってて、僕もポジット持ってましたね。やっぱり買いました。でもうなんで人気だったかっていうと、当然もう海外のイケてるアーティストがポジット履いてたんですよね。これバードですね。バードがこれコッパーのコンポジットだろうというところで履いてます。あとは当然ファッションアイコンのジュエルズサンタラも、これはロイヤルブルーのコンポジットを履かれてますね。トップスはスローバックスですね。半端じゃない。でこれがスモークディザーなんですけど、超かっこいいですね。これはラルフのラガーシャツに黄色いポジットワンを合わせてます。もう超イケるな。スモークディザー曲もイケてるし、ファッションもイケてる。半端じゃないですね。ちょっと話脱線するんですけど、このスモークディザーさん、この前、10月ですね、横浜に来てて、僕も来日のライブ見に行ったんですけど、ディザー超かっこいいです。本当に、この体型でこんなにファッションめっちゃクールに決められるって相当やばいですからね。超かっこいいです。あとはキャシディも、これはコンポジットワンのメタリックレッドを履いてますね。キャシディもいけてます。で、フォームポジットっていうスニーカーは1だけじゃなくてプロっていうのもあって、プロもこのサイドの鈴押しが入ってるやつですね。これはエレクトリックグリーンっていうカラーで、エレクトリックグリーンとエレクトリックブルーはもう B-Boy めっちゃ履いてましたね。ポジットプロはもうめちゃかっこいいっすね。僕もポジットプロ持ってましたね。で、ポジットめっちゃ歩きやすいんですよ。で、雨にも強いし、汚れにも強いから、本当にクラブにも履いていけるし、もう全然気にせずガンガン履けるのが良かったですね。本当に B-Boy って足元常にステイフレッシュしなきゃいけないと思うんですけど、ポジットはステイフレッシュしつつ、だるく履くこともできるんで、本当に最強のスニーカーだったと思います。あとは、グリフィーマックス1もこの時代は人気だったと思います。ケン・グリフィー・ジュニアのモデルで、グリフィーは昔のこの2010年前後の212マガジンとか見ていくと、グリフィー履いてる人めちゃくちゃいます。このフレッシュウォーターってカラーリングも人気でしたし、あとはこのホワイトとブルー、ライムのカラーも B-Boy めっちゃ履いてましたね。グリフィーは僕は高くて買えなかったです。昔のキックスラボ、今もありますけど、キックスラボとかにも結構売ってたんですが、値段が高かったですね。こういう極物なスニーカーが B-Boy めっちゃ履いてました。あとはグリフィーマックス2。1の次の2で、これも212とか昔を見ていくと、グリフィーマックス2履いてる人いますね。日本で履いてる人あんまいなかったので、本当にイケてる外国の人とか、あとは日本でもそれこそ本当にクワンザ周り、クワンザグロアランド周りの人とかが履いてるイメージで、分かってる人が履いてるスニーカーでしたね。あとはズームシャークレー、シャークレーも履いてる人めっちゃいましたね。これは若干2010年より前の話になってきて、2008、9年付近だと思うんですけれども、ニューヨークのフットでめっちゃ人気だったスニーカーで、これも昔の212マガジン見ると、履いてる人めっちゃいます。あとはすげえ、これはコアで知ってる人少ないと思うんですけど、エアマックスビジネスっていうモデル、これの青オレンジ、ニューヨークカラーで、本当に半端じゃないですね。これもアンダーラインでシトさんが入れてたと思うんですけれども、ビジネス履いてる人はもう超通だなと思ってました。本当に一瞬出て一瞬でいなくなりましたけど、このスニーカーはめっちゃ憧れました。僕は買えませんでしたね、このスニーカー。あとはエアマックスジュニアです。エアマックスジュニアも2011、12年ぐらいは履いてる人急増してて、これは先ほど紹介したグリフィマックス1のボディにエアマックス360のソールを履かせるハイブリッドスニーカーなんですけれども、この時はハイブリッドスニーカーはありなのかっていうのは B-Boy の中でかなりもう取り上げられてるというか、ホットな話題で、ハイブリッドスニーカーと、まあ違うスニーカーと違うスニーカーニコイチにしたようなものなんですけれども、
やっぱり B-Boy の中でこういうのはなしなんじゃねえかっていう風潮の方が強かったので、あジュニア履いてんだ、うわマジかみたいな時もありましたが、まあ、僕はかっこよければ何でもありだと思います。まあ、なんでこのハイブリッドスニーカーがありかなしかみたいな問題になったかっていうと、多分このジョーダンフュージョンがきっかけなんじゃねえかなと思って、うん、これめっちゃ失敗作だなと思ってるんですよ、個人的には。履いてる人いましたけど、ちょっとないなと思いましたね、僕は。履いてる人いたら本当に申し訳ございません。あくまで僕の個人的意見なんですけれども、やっぱりこのフュージョン系のことがあるので、B-Boy は結構このハイブリッドスニーカーには敏感になってるっていう意識が個人的にはありました。まあ、かっこよければいいと思います。で、まあ、ジュニアは先ほどのイエローカラーとこういうオレンジカラーもあって、かっこよかったですね。あとは、ノモマックスです。これはノモヒデオ。メジャーリーガーのノモヒデオ選手のモデルで、2010年に復刻したモデルですね。これも合わせやすい。これ 90s のスタイルにもいけるし、それこそ本当に B-Boy な、当時の2010年頃の現行だったスタイルにも合わせられるんで、万能スニーカーでしたね。ノモマックスも人気だったっすね。あとは、ズームルーキー。これも2012年ぐらいに人気出てきましたね。ズームルーキーはこれ写真見るとキャムロンが履いてますね。キャムノウズっていう T シャツ着てます。昔ニトロノウズとかクラークノウズとかナイキの T シャツでノウズって付けるのもめっちゃありましたね。僕は好きですね、このノウズシリーズ。話がそれましたが次いきます。これはレブロン8のサウスビーチカラーです。サウスビーチっていう響き皆さんご存知かと思うんですけれども、ありましたね、サウスビーチ。人気だった。このスニーカーはとにかく、値段が高くなってましたね。あとはレブロン9のサウスビーチ。これも高かったけど、履いてる B-Boy 結構見ましたよ。はい。で、次がエアペニー5ですね。これアンファニー・ハードウェイのモデルで、ペニーのシリーズ5です。この5のレッド。これ履いてる人いましたね、結構。かっこいいですね。渋いです。あとはハーフセントです。これはペニー2、ペニー1だかわかんないんですけど、ペニーとコンポジット1のハイブリッドスニーカーで、僕個人的にはハイブリッドスニーカーってなしなんですけど、これは買いましたね、ハーフセントは。で、結構サイジングが出しやすい作りになっているので、足元にボリュームが出せて、それこそトゥルーとか、なんだろう、PRBS とかそういうデニムには相性バッチリだったんじゃないかなと思います。あとは CB94、MAX2CB94、これチャールズ・バークレーの空飛ぶ冷蔵庫って言われてた NBA のチャールズ・バークレーのモデルで、このパープルカラーを履いてる B-Boy はめっちゃいたと思います。これも欲しかったんですけど、僕が買おうとした時にはもうすでになくなってました。まだまだいきます。で、次はズームフライト95です。これもね、2の人は履いてたんじゃないかな。これこそほんとクワンザ周りのイケてる稲たい人とか履いてましたね。で、効率が問題です。エアモアアップテンポ。モアテンの OP が出たのが2012年だったかな、復刻で。これ出た時は、B-Boy は結構歓喜してて、あ、モアテンかっけえやべえってなったんですね。なってたと思う、多分。で、ただ、これスニーカーに関しては、B-Boy 史上最も駆逐されたキックスなんじゃないかなと思ってて、理由としては、あのシュプリームとコラボがきっかけで、2017年だったかな、もう明らかに、モアテン履く層が変わって、180度変わってしまったっていう。前髪を出してキャップをかぶってシュプリームのアイテム着まくって、なぜかスキニーパンツでモアテンを合わせちゃうっていう、もうどうしようもないスタイルですね。自称スニーカーヘッドだったり着戻りだったりするインスタグラマーがめちゃくちゃ増殖していったという、モアテンは完全に食われたなっていうイメージがあります。僕自身モアテン自体は本当に渋いスニーカーでかっこいいとは思ってるんですけれども、ちょっとこの状況では履く気にならないかなって思います。いやでも逆にモアテンめっちゃ渋く履いてたら逆に今かっこいいかもしれないですね。そんな問題のスニーカーでした。で次がクリエイティブリクリエーションのディオです。クリエイティブリクリエーションは2008、90ぐらいにインポートブームが来た時にガーって上がってきたスニーカーですね。これもセレクトショップのスタジアムとアンダーラインとかが猛プッシュしてて、ディオ履いてる B-Boy はめちゃくちゃいたイメージがあります。あとはこれが最後のスニーカーなんですけれども、ホロラルフローレンのブーツ、ホロブーツって言われてです。ホロブーツっていう響きは
B-Boy なら一度は聞いたことあると思います。というかポロブーツ持ってない人いたのってぐらいみんなポロブーツ買ってました。まず一つ目、これはハムリンなんですけれども、これ履いてる人多かったですね。ちょっと長いんですよね、ハムリンは。僕は違うポロブーツだったんですけれども、ハムリンの他に もうブレンネン、タイレックとか、もうここら辺のワード聞いてピンとくる人いたら外ヘッズですね。はい、ここら辺の時代生き抜いてきて B-Boy だなっていう感じです。ハムリン、ブレンネン、タイレックって言って反応する人がいたらもう間違いなく B-Boy だなって分かります。で、当時のこの時代のフォーダブワンのスナップとか見てると、やっぱもうポロブーツ履いてる人めっちゃ多いんですよ。もうポロブーツ着用ヘッズ大半って感じで、もうスナップ端から端まで見ててもほぼ、半数以上ポロブーツ履いてますからね、皆さん。で、どこのセレクトショップでも激推しのブーツだったんで、ブーツ、キックスだったんで、はい、ポロブーツ履いてないやつは渋谷原宿で見なかったっすね。そのぐらいみんな履いたし、ポロブーツ合わせやすいしかっこよかったですね。値段もこれ安かったんですよね。1万5000円ぐらいで買えちゃったので、ポロブーツは安いお店だと1万切ってるところもあったので、すごかったですね。ということで、今回は2010年前後に B-Boy が履いていたキックスシューという形で紹介させていただきました。ちょっともしここで漏れてるスニーカーとかあったらコメントで教えていただければと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。よろしくお願いします。